日本戦を前に、韓国国内では大一番への警戒が強まっている。C. Getty Images 来る10月7日、中国、杭州で開催中のアジア大会の男子サッカー決勝が行われる。総合力で駆け上がってきた日本代表と対峙するのは、大会3連覇に挑む王者、韓国代表だ。動画、北朝鮮の怒りの猛抗議。 前代未聞の日本戦のハイライトを見る3大会連続の金メダルがかかる韓国は、勝てば兵役免除の権利も手にできる。それだけに選手たちも、この試合で負けたら、今までやってきたことが全て消えてなくなる、本村曲団、とな南な,ならぬ投資を燃やしている。もっとも、今大会に向けた韓国の本気度は相当だ。フランスの名門パリ・サンジェルマンに所属し、司法、 と称えられる意外委員ら4人の欧州組に加え、オーバーエイジ、OA 枠もフル活用。大学に属する、いわばアマチュア選手も登録された日本との戦力差は単純比較では上回っているようにも思える。がしかし、国内メディアでは、日本を侮るなかれ、という警戒が強まっている。日韓紙朝鮮日報、は、日本が、大学生チーム、だと、甘く見てはいけない。 と銘打った記事を掲載。金メダルをかけてファンソンホンのチームと対戦する日本に学生選手が含まれているのは事実だが、韓国でよく見られる大学選手とは概念が違うと断じ日本の若武者たちの実力を強調した。今大会の日本のメンバー22名のうち半分弱の10人が所属するのは大学だ。さらに選手たちの平均年齢も韓国より2歳ほど若く、 全員がプロであるファンソンホントチームの厚みに大きな差があると言える。一部では日本を大学生チームと揶揄する人もいる。しかし、日本の選ばれた10人の大学生たちは、ただ進学してきた学生選手ではない。彼らは J リーグの特別指定選手であることを知っておく必要がある。同志は、今大会で目立った活躍を見せる山内賞筑波大、ビッセル神戸。 やひの翔太、拓殖大、サガントスのように J リーグの公式戦に帯同できる特別指定選手の貴重性を指摘。さらに彼らの経験値の多さを訴えた上で、いずれも高いポテンシャルを認められ、各級年代別代表も経験しているエリートたちだと断言。堅実な組織力で決勝まで勝ち上がってきた。韓国が今大会に対戦してきた中で、 最も厳しい相手となるのは間違いない、と論じた。アジアの頂点をかけた頂上決戦はいかなる結末を迎えるか。いかなる結果になろうとも、若き侍たちにとって貴重な経験となるのは間違いない。